はい、今日はですねスペインバレンシアでブラバスフェアというですね、ブラバスと言われるこのジャガイモの料理なんですけど、これ食べ比べができるということでお祭りに来ています。さて今回のフェスはハルディンデルディアルビベルスにて行われました。今日はスペインの伝統的なタパス料理の一つでもあるブラバスのコンテストがバレンシアで開催されたので行ってきました。ブラバスはシンプルなジャガイモ料理で、角切りにしたジャガイモを揚げてピリ辛のソースをかけた料理です。ブラバスという言葉自体、辛いを意味するブラボーから来ており、ソースには主にトマト、唐辛子、パプリカ、ガーリックなどが使われています。友人や家族とシェアしながら楽しむタパス料理の定番料理です。公園内には博物館や子供が自転車の練習ができるように自転車道路があったりして、家族が楽しめる広々とした自然あふれる公園でした。バレンシアにはこういった公園が多くて、歩いていてとっても気持ちがいいです。開園前には長蛇の列があり、プレミアチケットと無料のチケットを待つ列がありました。私たちは事前にネットで無料のチケットを予約していたので、無料の列に並びます。 QR コードを見せてついに入場です。これからどんどん人がやってくると思うので、行列ができる前にブラバスを注文してしまおうと思います。今回はコンテストということもあり、参加している店舗がそれぞれのブラバスを用意して販売、その中で投票して優勝者を決めるというもの。どのお店が来ているのかパンフレットを入り口でもらいました。各店舗のブラバスは4ユーロで購入ができました。会場はブラバス以外にもコンサートも開かれ、イベントは盛りだくさんでした。入場が無料なので、どんどん人がこれから増えていきます。ブラバスのホームページに各店舗のブラバスの特徴について紹介されていたので、その中で気になったものを注文しに行きます。数多くある中から最初はミルグラジャスというお店のブラバスにしました。アジアンテイストのブラバスのようです。唐揚げのような見た目のブラバスにマヨネーズと甘辛テイストのトマトソースが乗っています。これが本当に美味しい。通常のブラバスと違い、ジャガイモ感がなくもちもちとしており、甘辛なテイストがたまらなくマッチしており、とっても美味しかったです。私的にはこのブラバスが一番美味しかったかも。2つ目はジェンキンスというお店にしました。ここは一番長蛇の列が並んでいたので、気になって購入してみました。アメリカンテイストのブラバスで、角切りのブラバスにスパイシーなバーベキューテイストなソース、カリカリのベーコンチップが食欲をそそります。アメリカのテイストな感じで作ってるブラバスらしくて、じゃあ今からいただこうと思います。うん、おいしい。旦那さんはこちらのブラバスがお気に入りだったみたいです。2つ目を食べたら、さすがにもうお腹いっぱいになってしまい、これで断念。じゃがいもはお腹にたまりますね。会場はブラバス以外にも、飲み物はもちろんクッキーやアイスなど甘いものも販売されていました。会場にはほんの1時間ほどいましたが、どんどん人が集まってきて大盛り上がり。家族、友人と楽しくそれぞれみんなが過ごしており、とても楽しい雰囲気でした。では今回はここまで。短い動画となりましたが、楽しんでいただけましたか？また次の動画でお会いしましょう。ナミでした。